ニューシングルエヴァ楽曲解説。どうもロイズボーカルスバルです。ミラクラです。ベスコダイです。小前です。はい、この度ですね、はい、11月17日にニューシングルエヴァがリリースされました。はい、ありがとうございます。はい、ということでそんなニューシングルエヴァを、うん、今日はですねメンバーが直々に徹底解剖していこうか、はい、いこうじゃないかという、うん、企画です。すごい、うん、すごいね。まあ、限られた時間ではありますけども、早速ねエヴァ、ニューシングルエヴァに収録されている楽曲を深掘りしていきたいと思います。はい、じゃあまずはニューシングルのエヴァから紹介するんですね、はいはい。こちらの楽曲は作曲が私です。次はこうです、はい、で作詞が私です。はい、はい、ということでどういう楽曲にしようと思ってエヴァを作ったんでしょう。そもそも PV 云々置いといて、まあ明るいサビ、この曲明るいじゃないですか。で明るい曲を書こうかなと思って、やっていく中で、PV の打ち地が先に決まって、はい、あのクラブで撮るってことになって、クラブやったらこんな感じにしたらまあいいんかなって路線を一回変、その PV に向けて変更していって、うん、作っていた感じですね。で、おのおのメンバーのアイディアとかも詰め込んで組み立てていきました。こだわりは、うん、俺は普通にサビのメロディがいいのが書けたなというのと、結構シンプルなんで、うん、そこが昔のロイズっぽくて、これはこれでいいなとは思ってます。はい、どうでしょう、他のメンバーさん的には。でもなんか同じコーダで言ってたようにサビのメロディー良くてめちゃめちゃシンプルで、ドラム的にもめちゃめちゃ今回ほんまにロイズの中で一番シンプルしちゃうかなってくらいシンプルで、あ、そうなんや、うん、ほんまに曲を聴かせようって感じな、うん、まあ、だからあのサビのメンバーコーラスとかも、うん、多分ライブでもガンガン僕できるし、おー、うん、なるほど、シンプルが家にね、うん、トモヤマルチアングルみたいにめちゃくちゃ口開けて歌ってるな、うん口がなんぼでも動かせるくらいでシンプルだな、ね、期待してます。いい、はい、はい、昨日肉食った？めっちゃ食った。さあ思った今。いや最初ちょっとあの不確かなとこあって、それなのにメンバーに言うのもあれだとか、うん、さあ確信になった。ロイズチャンネル、はい、どうでしょう、クイナ。そうね、まあ、ギターに関しては結構珍しくロイズにしては、まあ、ギターのフレーズをちょっとアレンジャーの方にいじってもらったりしたところがあって、うんうんうん、確かに自分の手癖じゃないか、まあ、幅はもちろん広がるんですけど、いかんせん難しいんですよ。そういうことか、手癖じゃないから、そういうこともあるのか。今まで動いたことのない指の動きですちょっと待ってよみたいな。知らないぞこの指の動き。そう、レコーディングがね今までの3倍ぐらいかかってる。そうね、それはでも新鮮でなんかいいね、うん、よく聴いてほしいですね、ギターは。ということで僕なんですけど、うん、あのまあサビのメンバーコーラスはやっぱどうしても全員の声を収録したいなって。昔はねあの全員の声が入ってないような曲もあるんですよ。でも今の僕のこだわりはそういったそのメンバー全員で歌ってほしいって思ってるようなところは絶対に全員の声を入れないと気が済まないんで、多分バレないと思うんですよぶっちゃけ、うん、まあ、誰の声が入ってないとかもね、うん、でも自分の中の気持ちのところで全員入れてほしいってところで、入れてもらいました。はい、で、まあ歌詞も書いたんですけど、うん、ちょっと今回の作品に関しては全体言えることなんですけど、ちょっと過去のちょっと作品をちょっと彷彿とさせるようなというか、うん、過去にばらまいてきた布石を、うん、とかまあちょっと点と点をちょっと線でまたもう一回ちょっとつなぎ直すみたいなこともしてるんで、うん、あのそういうところもあの見てもらったら気づくと思うんですけど、エヴァも実は過去の曲ではとりあえず大軸で1曲、うん、歌詞見てもらったら分かるんですけど、とある曲の歌詞が入ってたりして、うん、それがちょっと、まあ、リンクしてるっていうのもありますし、あの実はキンキンで言うとあの最近の作品で出したアフターライフっていう楽曲があるんですけど、ちょっとそこからのそれからの続きというとあれですけど、そこからちょっとこうつながるような感じで僕の中でちょっとテーマがあって作品を書いてるんで、あの歌詞を書いてるんで、ちょっとそういうところも要チェックしながら聴くと楽しいかも。すごいベースに関しては
珍しさは、めちゃくちゃシンプルです。あやっぱそうなんだよね。いや初め結構動いてたで、クイナのギターと合わせた時に、うん、もうこれはあかんと思ってこれはいけないと思ってなるほどね。で俺もやっぱギターのフレーズがねベースよりももちろん前に行くべきだし、うんうんうん、逆を言うとベース合ってるギターが乗っかるってあれやから、うん、乗っけやすいようにした、うんうんうん、ということでエヴァはこんな感じですか。そうですね、はい、そんな感じになりますね。この曲が、作曲者がはいはい、で僕です。確かに人ははいはいっていう感じの曲になってますけども、はい、クイナさん、はい、この曲を、まあ、どのような経緯というか、うん、どのような経緯で書いたのかを教えてください。まあ、経緯というかもう2005年ぐらいかな、うん、2000年から2005年ぐらいの時のいわゆるカップリングってサビだけなんかどちゃくそいけど他なんか結構いなんか、ね、勢いでこうそうそうそう、ね、でもやきにサビ曲ってめっちゃあったと思う、うん、ロイズじゃなくて、ね、もう世間の J-POP とか、うん、まあ、そういう曲個人的にめっちゃ好きな曲多かったからちょっとそういう曲作ろうと思ってもうサビをフューチャーしまくって曲でした。とりあえずサビにもう魂を込め倒した全部込めたっていうぐらいのあえてまあ AB はそこまでまあがっつり耳には残らへんぐらいの販売にしてサビでウェイシャシャ。はい、どうですか他のメンバーさんは。僕からいくもんや、うん、もう僕そのクイナも今回打ち込んでくれてたのめちゃめちゃがっつり打ち込んでくれてたから、うん、もうそれをできる限りリアルに再現しようと思ってでもとりあえずそれでやったんやけど一箇所だけできへんとこがあってあっこだけちょっと変えさせていただきたいそんなでもやっぱりそのケツだけのなんか軟拍だけのフィルとかじゃなくて結構ガッツリのフィル多かったやん今回。なんかそれが新鮮やったなっていうのがドラム的にありますね。どうですか高台君は。本音を言うのであればクイナの作った曲の中で結構俺上位、結構っていうか1位に好き曲めっちゃ好き。ちょっと一瞬歌詞書かせてくれへんって言いそうになった今回は。うん、でベースはめっちゃ難しかった1日かかった。だからこれ結構今回はクイナがその打ち込みの状態ベースの打ち込みの状態から結構しっかり作り込んで、けどまあベーシスト的に見てここはもっとこうした方がいいなみたいなあのアプローチも考えながらやってたから結構大変やったけど良かったですね。最終的には自分的にも早くライブであのドラムとめっちゃ合わせてるから。そうですね、うん、ちゃんとグルーブを出していきましょうね。出していきましょう。はい、はい、僕なんですけども、ね、まずレコーディングする前に心がけたというかこの曲最初に聴いた時にどうしてもめっちゃかっこいい声で撮りたいなって思ったのよ、うん、で、あの、まあ、元々あったキーから実は一音下がってて、うん、で、まあ、そのどのキーの時が一番かっこいい声で撮れるんだろうっていうのをまず先行で決めて、あの歌いやすい歌いにくいとかそういうのを別にして一番かっこいい声が出るっていうのがそろそろ元のデモの時からの一応下げやったんですよ。それがまずこの曲で難しいね楽曲解説って自分で言うのはね。歌詞に関してはさ、歌詞に関して言うのとかめっちゃむずない。俺逆に撮ってるから座るの一緒にボーカル撮りしてみる。ああそうですそうね、うん、でもやっぱり刺さるとこはやっぱり今でも覚えてる。サビのね、君を笑ったのが終わった最後のところです、ね、あれは、うん、全世界の人に聞いてほしい。あ、確かにやっぱサビにその僕も入魂したかったんで、うん、サビで言いたいことを完結させたかったんですよ、うん、サビだけ切り取ってもどういうことなんやっていうのが分かるような曲にしたかったんで、僕でもそれはそれでのワンダーランドが結構僕好きなんです。あれはね、そう、あそこ結構ね、うん、クイナも最初歌詞を送った時にワンダーランドいいねって言ったんで、アンビバレント。ああね、そう結構ねこうインパクトあるような言葉とかも言ったりするんで、なんかまあちょっとね細かい歌詞とかになるともうあとはもうちょっと時間が足りないというかちょっと長くなっちゃうんでね、もうちょっとそれぞれでねじっくり聞いていただきたいと思うんで、はい、お願いします。次ですね、高台の曲ティミッドですね、うん、どういう感じの、あのいきさつで楽曲を変えたのでしょうか。これは
めちゃくちゃマニアックな話になるんだけど、レオンのファイナルの次の日にあれやったやん、ワントゥーワンみたいなイベントやりましたね、やったやん。で、まあ、正直ちょっと聞こえてくるやん、隣の声とかが、うん、で、俺の前がスバルで後ろがクイナ、まあ、こう座ってたらクイナのファンの方がクイナに最近好きな曲なんですか、うん、でクイナがシャランキューって言ってシャランキューか確かにそういう何やろ、その何ちょっと古臭い、うんうん、曲ってうちないなと思って、うん、で、まあ、ちょっと銀座が似合いそうな、いや、こうだよね、シャランキューは銀座なの銀座でなんか歌ってそうな、なるほど、ね、あのネオンが、あー、ネオンはネオンがいいよね、はい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 、銀座っぽい曲がこうと、なるほど、うん、ああいう感じになりました、なるほど、うん、なるほど。ちょっと、ともや、どうでした。でも、そうね、でもなんかドラムもなんかなんていうの、今回なんかスッとできたね。なんかその高台、まあでも言ってくれてて、その打ち込んでるのも結構打ち込んでくれとったから、それになんかまあドラム的にこうした方がいいんちゃうかなみたいなスパイスを中々に乗せていって、でロイズの作品にしましたって感じなんで、うん、あるんでめちゃめちゃスッとできた、うん、多分今回の中で一番スッとできた、お、うん、馴染んでんのかな、なんかな、気持ちよくできた、うん、年齢的に、ああそういうこといやごめん、どうですか、ギターですかこの曲もね難しいですねこの曲もまあアレンジャーギター部分部分でアレンジしてくれてんねんけど、うん、いかんせん耳コピから始まるわけですよ。あ、まずそういうことか、ないんや、なくて、そう、うわ、まあ、でもああいう曲調やからやっぱりコードもちょっとテンション、そうね、そうね、いわゆるおしゃれな部分をいろいろ使ったりしてて、うんうんうん、これどこのってこれどこやっちゃうなみたいなそれってさ、なんかさ、なんかでさこう読み取ってくれたりとか、そういうので聞いて反応するやつとかじゃなくて、もう自分で鳴らして、全部自分でやって、だからもうどうしてもわからんところとかやったら、もう16部のその部分だけを永遠にループしてるわけよ、ババ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 バそうだな、クイナ今回全体的に渋いやん、渋めやね、うん、あ、俺が、あ、で、あのね、あのあれなんですよ、例えばこのティミッドとクイナの、うん、フォーエバーヤングが、うん、最近俺の家でふとした時に頭に流れるのこの2曲 で、この2曲がずっと変わり変わりで、ティミッドのターンとフォーエバーのターンとかずっとなのよ、うん、だからまずインパクトのあるメロディーを2人とも書きなすったねっていうところをまずは評価して、褒めたたえよで、まあ、この曲もですね、最後の方とかすごいキーが高かったりするんですけど、まあ、全体を通してめちゃくちゃこうキーが高い曲ではないんで、うん、曲のニュアンスというかその歌声 の、 その表情の部分っていうのをまあやっぱり意識してやれたんで、そういう意味ではすごいこういう曲楽しいっすよね、うん、やっぱりスワルの、俺の中のスワルの声ってやっぱり、ね、女性目線の歌詞が似合う人やなと俺は思ってる人やから、うんうん、よかったなと思う、はい、じゃあついでなんでベースのことちょこっとしゃべってベースは、これもシンプルですいや、これはもうギターとボーカルに全部を託したかったので、うんうん、こういう曲ってっていうか弾いてて楽しい、結構跳ねてるっていう、うん、跳ねてはないけど、うん、なんか、ね、まあ、横に乗り入れたくないやすそうな曲なんで、僕は弾いてて楽しいので、ライブの方が楽しみにしてくれたらなと思います。はい、はい、ライズチャンネル以上3曲ですね、はい、以上3曲になってます。あれなんですよ、やっぱりそのレコーディング期間って、まあ、繰り返し、まあ、みんな曲聴くじゃないですか、うん、だから一旦こうレコーディングが終わって作品になったって言ってから僕あえて聴かないようにしてるんですよ、うん、分かる分かる、そう、なんかようやくリリースされるって時になってから改めて聴くとすごい新鮮な気持ちで聴けて、なんでこの楽曲解説を撮る直前にすごく久々にね、その3曲を聴いたんですよ、うん、さっきね聴いたんですけど、いいっすね、いい、うん、なんか毎日聴いてるもん、あ、ほう、いや、本当にもう毎日、あ、そうなんや、タイプが違うんやね、今日車で行く時も3曲聴いた、マジで、言ってよ、なんでやねなんでやねいや、なんかさ、うん、俺はずっと聴いてたらいい曲なんかどうなんかもう聴きすぎて分からんくなるもん、絶対3人の考えの方が俺はいいと、俺は聴きたくなっちゃって聴いてるけど、もう俺飽きたはいはいはい、また始まってない、始まってない、また、うん、もう飽きた
けどやっぱね、飽きたけどライブでやるとまたさ、全然表情が違って聞こえてくるやん、うん、あとやっぱ次の日になったら聞きたいなと思う。おお、依存性がある。依存性があります。ロイズチャンネルということで、11月17日に発売されるということで、ぜひたくさんね、聞いてやっていただきたいと思いますし、はい、そんなね、ニューシングルエヴァンとかで先を引き下げたワンマンツアーワールドエンドが冬のツアーということで、2022年1月8日の神田スクエアホールまでね、ありますんで、楽しい冬にね、一緒にできたらいいなと思ってますんで、ぜひとも参戦お待ちしております。ロイズでした。この動画が参考になったな、いろいろためになったなと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあライブハウスで会おう。ロイズでした。